どうもこんばんは、マキです。今回はですね、いや、ニュース見てたんですよ。そしたら、ちょっと私の地元側様子がおかしいと。いや、まずはこの写真を見てください。これ昨日のニュースの記事の写真なんですけど、私地元のね、宮崎県の日南市ってあるんですよ。もう県があったらもうここら辺にあるんですよ。その日南市に南郷町ってあるんですよ。それが万郷町に名前を変えたというね、また突拍子もないことが行われてるわけですよ。いや、これ市長さんなんですけど、写真に写ってるので、この市長さんがなんか万郷市に改名しましたっていうのをやってて、もうこれはもう自称宮崎県観光大使のマーキュリーとしては PR 乗っからないわけにはいかないじゃないですか。これ本当に宮崎県とか日南市から頼まれたとかなんでもなく、ただ単に勝手に PR してるだけです。仕事待ってます。まあ宮崎はね、マンゴーが有名なんですよ。まあその中でも日南市のマンゴー町、まあ本当は南郷町なんですけど、がまあマンゴーが有名ということで、こういう PR 活動をやってるらしいんですよ。いや、すごい自分ね、いいなと思ったんですよ。まあこれずっとやってるわけじゃなくて、なんか期間限定でみたいな、7月の半ばぐらいまでなんですよ、改名がね。で、それの PR 動画がまた突拍子もないというか、はい、こちらマンゴー銀行新庫ですみたいな、南郷銀行ってあるんだよ。で、それがマンゴー銀行になったり、私たちは、マンゴー小学校でーす。とか、その南郷小学校っていうのが、まあ、万郷小学校になりますとか、っていう PR の動画があるんですよ。まあ、ぜひね、下の URL に貼ってあるんで、ぜひ見てください。まあ、なんか市長さんも10万回再生いったら、なんか、万郷の被り物して、なんか1日業務をするみたいな。またその被り物もね、でかいんですよ。ちょっとこれ見てくださいよ。こんな被り物してね、事務作業できんのかって。これ親方のあの、おこているのやつ逆にしたみたいな感じだからね。超邪魔だよ。まあそれぐらいなんかすごい PR にかけてるっていうことで、まあぜひ私もね、同じ同郷としてね、こう PR に参加していきたいなって思うわけですよ。まあ皆さん結構ね、まあ南郷町出身の人は絶対万郷町なんて名乗んねえぞっていう意見聞いたりとか、なんかネットとかでも結構書いてあって、期間限定だしね、一生ぞそうやるわけでもないし、まあある PR なんで、まあでもいいんじゃないかなってこう。はい、ということでね、まあ日南市の万郷町ってなったんですけど、まあ果たしてね、万郷町の人はちゃんとね、万郷町になったっていう自覚があるのかね、ちょっと検証してみたいと思います。私兄弟いるんですけど、その姉夫婦がですね、日南市に住んでるんですよ。なんでね、ちょっと今から電話して万郷町っていう意識があるかどうかちょっと確認していきたいと思います。まああまり関わりのない姉というかあれなんですけど、一番上だしな、一番上そんな関わってないんだよ。なあ、緊張するわ。普段電話しないし、この姉と。出ろよ。もう万郷町出ろよ。もう普段電話しないんだから。可愛い弟からの電話だよ。なんで出らんとや。長い長い。ちょ、マジで、普段電話かけないんやからさ、出て。マーキュリー一番上と不仲説。まあいいよ。まあみんな意識はあるでしょう。結構ね、全国ニュースにもなってたし。はい、ということで今回の動画はここまで。まあね、ほんとたまたま南郷町、マンゴーと南郷っていうのがすごい似てたからっていうのもあると思います。まあぜひね、もういろんな県の方々、いろんな市の方々、こういう PR、自分結構好きなんで、やってみてはいかがでしょうか。そしてね、今動画見てる宮崎県の皆さん、ぜひね、私マーキュリーに宮崎の仕事を、くださーい。昨日の動画がこちら。そして、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。マジで交通費出してくれればマジで行くから。